ドン・セック・スミスはカナダ・オンタリオセンとキャサリンズ出身のシンガーソングライター。1978年14歳の頃からバンド活動を開始し、7年後の1985年には初のレコーディング音源をリリースしている。2010年には彼を題材にしたドキュメンタリー映画ラブ・ジャインズが制作された。セック・スミスは17歳の自分に故郷の街のバーで 演奏活動を開始し、その音楽キャリアをスタートさせた。客からの様々なリクエストに応えることができた。彼はワンマンジュークボックスとの評判を得ていたが、こうした活動を4、5年ばかり続けるうちに、彼は自作の曲、それも聴衆があまり好まないようなもっと影のある作風を試行するようになる。1985年、第一子が誕生した時期を境に、 彼は曲を自作するようになった。トロントへと引っ越して、ザ・アンクルなるバンドを結成し、アウト・オブ・ザ・ダフやゼアーズ、A ・ウェイと題した作品をリリースしていた。1989年には第2子を授かった。この間、彼は配達婦として働く一方で、音楽活動の場では、俳優、ミュージシャンのボブ・ワイズマンとの親交を温めていた。友人であるワイズマンの協力を得て、 セックスミスは、アルバム、グランドオペラレーンを、制作、1991年に、インディーズでリリースした。レコーディングには、ザ・アンクルのメンバーに加え、ワイズマンのツテで、サラ・マクイクランや、木村トクリフといった面々も参加していた。ワイズマンはこのアルバムを手に、セックスミスを売り込もうとレコード会社を回るものの、門前払いを受け続けていたが、唯一下品レコードだけが興味を示した。 このアルバムの魅力、ことに楽曲 Speaking with the Angel がにわかに注目を集めていたことから、最終的にゲフィンとセックスミスは契約を交わすに至り、1995年には自身の名を冠したアルバムルーマニアレウ・ s e x m i ス,スをメジャーからリリースした。エルビス・コステイロから絶賛を受けた、このアルバムはリスナーからより幅広い支持を獲得することとなった。 セックス・ミスは1997年から2001年までの間に3枚のアルバムをリリースした後、2002年には名作と評価されるコブルストーン・ランウェイを発表した。自作、リトリーバーはエリオット・スミスとジョニー・キャッシュに向けて捧げられた作品で、それまで以上にポップ思考を打ち出したものとなっている。2004年にはドイツの芸術祭典、ルール・トリエンナーレ・ナイの センチュリー・オブ・ソングというコンサートに出演した。2001年5月1日、セック・スミスは、BBC のテレビ番組、ジュールズ・クラブにある EM、オービタル、インディア、アリー、クリア・レイクラと共に出演し、ジュールズ・ホランドのピアノ演奏をバックにジャスト、マイ・ハート・トーキングを披露した。彼が、この番組に出演するのはこれで2度目だった。セック・スミスの人気は広がり続け、 ラジオ上でも成功を収め始めていた。2002年、セックス・ミスは、キンクスの楽曲 This is where I b e l o n g のカバーバージョンをレコーディングした。この音源は、デーモン・アルバーン、ベベウ、ジルベルト、クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジ等が参加して制作されたレイ・デイビスのトリビュートアルバム This is where I belonged, The Songs of レイ・デイビーズ &The Kinks に、 タイトルトラックとして収録された。レイ・デイビスは後に、セックス・ミスのカバーについて、彼の歌声は素晴らしいとの感想を寄せている。2011年6月16日に開催された音楽イベント、メルトダウン・フェスティバルでは、セックス・ミスとレイ・デイビスが同じ舞台に立ち、キンクスの楽曲ミス・フィッツを共に演奏した。同年、セックス・ミスは、 カナダのグラミー賞に相当するジ受脳賞の最優秀、ソングライター賞を受賞した。現在、彼の最新作は2011年3月1日にリリースされたロングプレイヤーレートブルーマー。セックスミスはこれまで数多くのアーティストとコラボレーションを行ってきた。クリス・マーティン以外にもセックスミスファンの著名人は数多い。例えば、エルビス・コステロ、エルトン・ジョン。 ポール・マッカートニー、スティーブ・アール、シェリル・クロウ等で彼らの中にはセック・スミスの楽曲をカバーしているものも多い。セック・スミスを題材にしたラブ・シャインズというドキュメンタリー映画が制作され、2010年10月8日のバンクーバー国際映画祭で初公開された。セック・スミスは前祭との間に一難かずめを設けている。その前祭とは、 15年にわたる結婚生活の後2001年に離婚している。彼の現在のパートナーであるコリーン・ヒックセンバウも彼と同じクミュージシャンであり、バイ・ディバイン・ライト等のメンバーとして活動していた。ポール・マッカートニー、エルビス・コステロ、レイ・デイビス、ジョン・ハヤットなどから影響を受けている。初期5作のアルバムは憂鬱さを称えた美しいメロディーのポップホークであり、 演奏の中心はギターだった。6作目のコブルストーンランウェイでは、こうした要素に加え、プロデューサーのマーティン・テレフェによって、シンセサイザー、バックシンガー、ゴスペルのコーラス、ストリングス等によるアレンジが行われた。リトリーバーは彼の作品の中でも最もポップ志向のものであると位置づけられている。セックスミスはインタビューで、曲には余計な手は加えないようにしたいと思っている。 自分で歌うにしろ、歌わないにしろ、とにかく良い曲を作りたいと語っている。1999年のトリステマガジン誌のインタビューにて、あなたのレコードは高い評価を得ているのに、セールスの成績がそれに見合っていないというインタビュアーの発言に対しセックスミスは次のように答えている。ザ・ケレレ・ブラザーズは、セックスミスのサイドプロジェクト、ありがとうございます。